2014年スケートカナダは2014年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2014-2015ISU グランプリシリーズの第2戦である。2014年スケートカナダは2014から2015年シーズンに開催されたスケートカナダ。2014年10月31日から11月2日にかけて、 シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がケローナのプロスペラスペースで行われた。今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月23日、アレクサンデル・マヨロフが右膝の半月板の手術の影響で出場を辞退した。10月1日、 ジャンブシュが追加招待された。10月16日、ジャンブシュが健康上の問題で出場を辞退した。10月21日、スティーブン・キャリエールが追加招待された。10月27日、ケビン・レイノルズが怪我のために出場を辞退し、アンドレー・ロゴジンが追加招待された。10月29日、エラジ・バルデが怪我のために出場を辞退した。女子シングル8月4日、 アレーヌ・シャルトランが追加招待された。9月8日、バレンティーナ・マルケイが膝の怪我のために出場を辞退した。9月9日、ビクトリア・ヘルゲソンが追加招待された。9月16日、ケイトリン・オズモンドが右足の肥骨骨折のために出場を辞退し、ジュリアン・セガンが追加招待された。10月17日、ナダリー・バインツヤールが 背中の怪我のために出場を辞退した。10月22日、ブルックリー・ハンが追加招待された。ペア7月10日、フェリシア・ザン、ネイサン・バーソロメイ組が解散のために出場を辞退した。7月15日、マデリーン・アーロン、マックス・セット・レイジ組が追加招待された。各競技の上位成績者には2014、2015、 ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。